え、何これ、嘘でしょ、ここどこ、嘘、電波ないじゃん、最悪。どうやら大変な状況みたいですね。え？何これ？驚かせてごめんなさい。こんにちは。私は未来のJAFスタッフのミクです。あなたを助けに来ましたよ。未来？そう。ざっと50年後とつながっています。すごい。50年後ってどんな感じですか？故障よりも興味が上回っているんですね。わかりました。ちょっとだけ50年後の未来をお見せしますね。50年後は空飛ぶ車をはじめ CO2 を出さないモビリティが普及しています。災害時には車から電気を供給できたり、そもそも車が家の一部になったりと、街や家とつながる形でモビリティが活躍しているんです。すごい。じゃあ早速車をチェックしましょうか。まずは故障箇所を調べるために診断してみましょう。ただ残念ながら50年前の車となると正確に診断ができません。そこで今回はあなたの車がまだまだ現役だった、あなたの生きる世界より20年後の JAF のサービスを体験してもらいますね。あれ、見つけましたよ。どうやらエンジン部分のトラブルみたいですね。サービスカーを手配したので少し待っていてくださいね。では作業開始しますね。お願いします。では修理の方終わりましたのでもう大丈夫ですよ。え、もう終わったんですか？はい、お気をつけてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。でもなんで場所が分かったんですか？故障してからすぐ来てくれたし、まるで故障するのが分かってたみたい。今体験してもらったのが JAF の20年後のサービスなんですよ。これが未来のサービスですね。未来のサービス？そう、遠いようですぐにやってくる未来。ざっと20年後の未来。まずは JAF の未来のロードサービス。20年後は AI が搭載された車が普及しているので、さっきみたいなトラブルも AI が事前に故障を予測診断して JAF に連絡してくれるの。だから故障してすぐに JAF の車が駆けつけたでしょ。さらに AI は JAF が提供するメンテナンスプラットフォームとも連携しているから、修理工場の手配や日々の点検など車の困りごとを全て一括で管理できるの。他にも電気自動車が普及しているから EV 充電用のロボットやサービスカーの充実、自動ロボットによるタイヤ交換やドローンによる部品の手配など、時代に適応してサービスも進化していくんですよ。へえ、サービスも時代に合わせて変化していかなきゃいけないんですね。勉強になるな。でもこんなすぐ治るならわざわざ来なくても通信とかで直せるんじゃないですか？20年後の未来ではリモートコントロールでできる修理も多いんですが、故障現場の安全を確保してドライバーの方に安心してもらうために隊員が直接現場に伺っているんです。どうですか、未来のJAFは？すごいです。
20年後も JAF は安心を届けてくれるんですね。それなら今度は JAF の会員が受けられる20年後の会員優待サービスを教えてあげますね。 JAF ってロードサービスだけじゃないんだ。そうなんです。例えばキーワードを伝えるだけでおすすめのドライブコースを提案できますよ。綺麗な景色やグルメなどどんなテーマでも OK。 丁寧にナビゲートしますよ。ああ、そういえばいろいろあって忘れてたけど、お昼食べてないや。じゃあ車も直ったことですし、ランチでも食べに行きませんか？いいですね。何が食べたいですか？丼。こちらがおすすめです。地元民に人気の海鮮丼のお店ですし、 JAF の優待割引が使えるんです。いいですね。そこにしましょう。それじゃあそのお店で一番いい席を予約しておきますね。未来の JAF 優待ではコンシェルジュ機能で予約や混雑状況の把握までできるんですよ。ちなみに20年後にはお店の駐車場にセンサーがついていて、車で来店したら自動で JAF 優待割引が適用されますよ。すごいじゃないですか。ちなみに JAF のデータベースをもとに事故多発地点情報や災害情報はもちろん、道路や地域の特徴に合わせた運転アドバイスで初めての道でも安心して運転できますよ。例えば今日は海鮮丼屋さんの近くの小学校が午前中で授業が終わる日、子供たちの下校時間と重なるので、この先は下校中の子供に気をつけた方がいいとかね。またグローバル化が進んだ未来では、 JAF はバーチャル教習所を運営。日本に訪れた世界各国の人たちが教習を受けたり、運転に自信のない方向けの駐車レッスンを実施したり、国内外の人たちの運転を積極的にサポート。交通事故が格段に少なくなりました。未来の JAF って今より多くのサービスを提供してくれるんですね。はい、今もそうですが、20年後も50年後も安心安全なモビリティ社会の発展に貢献していきたいと考えています。未来の JAF が楽しみなので、これからもずっとお世話になりますね。はあ、でも今はお腹すいた。じゃあご飯を食べに行きましょう。ただし安全運転で向かってくださいね。